だから、その、なんか特別な装置で、情報を掴みましたとか、っていうような、その、宗教団体、まあ、カルト系でも、なんであれね、宗教団体っていうのは、絶対、信者の中の、ターゲットになった女性。絶対全部見られてるし、絶対全部聞かれてるね。実は。うん、入る早々やろ。はい、入信した早々が、あれみたいな、っていうやつを入れて、で、全部裸にしてんねん、実は。昔はほんまに裸にしてたけど、今は高性能カメラ、高性能マイクで、十分や。な、どうせ連中オナニストやから。基本ね、宗教団体、宗教家っていうのは基本オナニストやで。それは宗教の特徴やねん。だから日本神道は宗教ちゃうねん。な、父母がおるやろ。夫婦を大事にするやろ。これは宗教じゃないねん。宗教って独身者のものやねん、実は。だから日本神道は独身者のものじゃないやろ。じゃあキリスト教はあれ独身者のための宗教やねん。な、宗教だ。独身者に最後のページに花嫁って書いてるだけ。それまでね、ずーっと独身や。読む人も、出てくる人も違う。まあ、出てくる人。全部独身や、新約聖書は。ね、最後のページだけ、花嫁って出てくる。日本人とっちゃうと、花から父母前提、夫婦前提や。ね、だから日本人とは宗教じゃないね。独身者用の哲学じゃないね。独身者倫理哲学じゃないね。宗教じゃ独身者倫理哲学や、ね。絶対に。これはうちの定義や。うちの世界に住みたかったらこの定義できろ。ね。というわけで、宗教に入信したら、独身の女性は、独身の宗教男子から全部裸にされてんねん、実は。昔は、お菓子取ったんちゃう、ほんまに。今もやってるかもしらんけど。そう思いたくはないね。さすがにこんな現代に。そこまでやってるかって、昔はやってたやろって。今よりもっとアラブ時代やったから、今ちゃうがね。今やってたも最低やけど。ただ、全部、高性能カメラ、高性能マークで、ターゲットの、侵入信者いうかな、あ、侵入者みたいな、新しい信者全部丸裸にされてんで。それで、特別な機械で、情報を掴んだ、っていうような、場合、あるいは、まあ特別な能力で、それも一緒。特別な手段で、それも一緒。聖なる方法で、それも一緒。どんなに言おうが、私たちは特別な情報を持っていますっていうような宗教団体は絶対高性能カメラ、高性能マイクで気に入った女性全部裸にしてるから。